トゥヘルがサインするのは明日か明後日だってドルトムント戦はトゥヘルでやるらしい。このタイミングはリスキーすぎる。 PSG 戦が良かっただけにちょっとどうかな。キッカーにも来てるからマジか。 2.5 年契約でトゥヘルか。なあ、ゲルスマン退任はかなり辛い選択ではあるが、トゥヘルを先によそに取られたくなかったんかな。あれだけなあ、ゲルスマン信頼してる感じ出してたのに、ダベツの形でチームに残ったりはさすがにないか。レバー2前線の内容に不満なのと、トゥヘルがマドリーに行くと契約できる機会を逃すからこのタイミングでってことらしい。休暇中にスキーで大怪我の、いや休暇中にスキーしてたら退任されたな。ゲルスマンバイエルン所属になるとスキーは危険。トゥヘル側からチームのプランを売り込んできて、フロントがトゥヘルの方がチーム良くなるって判断したみたいだな。切るなら冬休み明けの情けない試合3連発後だよな。そん時はスマンを信頼してるとかフロント言ってた気がする。